はい、どうも皆さん、おはようございます。スレ。ミチです。ミチ挨拶ありがとう。この動画は一応後編って扱いになるので、まず先に正月に公開されたね、前編を見てほしいんですけど、見ていただければわかるんですけど、最後のやつが消失したと、録画データが。そうですね。まあ、不公平であると。映像の証拠を皆さんに届けられないということで、3回やってもらいます。はい。で、条件は前回と一緒でいいですか？はい。じゃあ、1500いかなかったら最低。とりあえず。そうですね。1500いかなかったら、はい、最低俺がもらう。はい。スイカ作ったら、俺がパジャマ買うんだけど、例の、この間のパジャマが、アマゾンで売り切れてたから、なんか探してもらいます。はい。で、3000点行ったら、美味しい焼肉屋さんね。はい。うん、で、スイカ2個作ったら、一緒。もう一生、そのパジャマでいいし、なんなら言うこと聞く。これはもう普遍にして、原点にして頂点。はい。よし、じゃあよろしくお願いします。やっていきましょう。カットかな。よし、よろしく任せてください。あ、やっぱ藤井聡太みたいにね、やっぱ一回よね。は先生、これね、実はね、昨日遊んでた友達とね、追加ゲームやってるっていう情報入ってね。なに？大きいやつはなんか、端っこに置いておいた方がいいらしい。最初。なるほど。で、だんだん大きくなるから、そしたら、雑魚いやつを、なんか、やった方がいいって言ってた。と言ってました。だから、あらかじめ最初こうやってね、大きいやつを作っときましょうとかなって。おい、冗談からね、お前朝から怒らせんの。そう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 。知らんがな。はい、OK。知らんがな。はい、OK。安定をね。安定の、あ、は？だから、こうやって端っこに作る。一回やっとる分、やっぱ調子は上がるね。筋肉痛で振り拒否したやつが何言ってんだよ。一番ダサいやん。あ？昨日、お前インスタ見たやろ、俺の。うん、ああ、編集で載っけときます。嘘よ。大丈夫、大丈夫。そんな、アヤナンのストーリーさらし上げるみたいなことせんから。おー、俺らしか知らん、そんな。いや、アヤナンは知っとるだろ、みんな別に。みんな知っとう、アヤナンは。俺しか知らん。なんで？お前、アヤナンの何？セカンドパートナーのホストお前やった。セカンドパートナーのホストお前やった。遅いってミスったやん、もう。いや、こっちだって陽動すればするほど得が増えるわけやから。もう一回流すね。ちょっと、うまむやろう。あ、暇すんだから。じゃ、イベントが今日までなんだけど終わってないんだって。最近ちょっとうまむやる気っていうかさ、うまむやる気パラメータがなかったんだよ最近ガチで。あるあるね、これ。頑張れ。頑張れ。なんで応援して言われなかんねん。なんで応援して黙れ言われなかんねん。可愛くないか。頑張れ。来た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 。俺の応援のおかげやんか。俺の応援のおかげで今こうなってんねん。俺の頑張れが効いてんねん。俺ミスったやん。ここ入れたよね。反動で待とう。そう、ナイス。えの期待かし。おじゃじゃじゃ。リンゴにしよう。で、この変なやつにして。デコボンな、うん、変なやつやないね、一応。俺も最初はあれがみ、あの、これがみかんやと思ってたけど、みかん枠デコポンやと思う、あんだれも、うん、みかん枠デコポンはないやろ、賞味もっとあるやろ、みかん枠。いちごめちゃめちゃあるやん。でもいちご大好き。自己紹介いらんねん。そんな保育園児みたいなタイミングでぶっ込まれても困んねん。こっち、うん、僕ね、リン、あの、いちご好きなんだよ。知らんねん。知らんねん。知らんのよそれ。ちょ、いちごいらん。いちご誰やねん、いちご好きやったやつ。いちご心変わりレベルも小学生やん。いちご濃いよ、いちご。なんで？いちご次やんか、うん、よかったやんか。やっといちご一発出る。
おい、地獄くっついてー。じゃあもうチェリーいらんねん。チェリーは好き？チェリー嫌い。なんで？おー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 、どんどんくっついた。あ、やばいやばいやばい、ヒエリハット、ヒエリハットの法則いらんよ。高1で習うけど、俺らは。あ、うん、あー、もうちょいサイズ回避よ。とりあえずサイズ回避しようか。一旦目先に切り替える。送りバントと一緒。あべ、その送りバント成功しますか？します。大丈夫ですか？あべ、6月15日千葉ロッテ戦みたいになりませんか？大丈夫です。福永バント代打宮なりませんか？大丈夫ですか？大丈夫です。僕あの采配今でも許してませんよ。安心してください。うわ、入らん。今年許してない采配ランキング上位ですよ、あれ。とりあえずこれで1493点、1503点、はい、これで回避。1回目のサイズ回避ね、これで、うん、まあ問題はこっからよ。もう入らんな。まあまあまあ、まあ、ギリギリやないかい。これはしゃあない。ギリギリや。これで一旦サイズ1513点。勝負飯、勝負飯いらんねん。勝負飯いらんねん。いらんねん。おやめまー、送るやつや、送るやつ。送る言葉は？はぁ、はい、なし。なし作るゲームちゃうからね。はい、なしってなし誇らしげに言うてるけど梨作るゲームと違いますから。梨貴重、うん、美味しいけどね、梨ね。ほい、柿。もう梨好きやけど、俺も梨剥く時の楽しさったらありゃしないよね。わかる、あの梨の皮にちょこっとついたあれを包丁でそぎ取って食べる瞬間マジ泣ける。俺全然わからん。マジで？いい感じ、いい感じ、いい感じ。はい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 。どうもー。YouTuber の名前出すな。TV やないねん。こんな。ツモ良くない？ちょっと。ん？ツモがいい。あ、しまった、こいつ麻雀知らねえんだ。ツモがいいなんて言っても分かるわけねえや。ねえ。ナイス。あの麻雀分かるやつコメントしてください。一緒にやりましょう。いいねいいね。あのチェリー育てるしかないけど塞いでいく。あのチェリーからイチゴになったところを育てていかなきゃいけないけど塞いでいく。くっつけよう、くっつけようなぁ。豊田真由子いらんて。豊田真由子いらんねんなあ、このハゲちゃうねん。ハゲやけどなぁ。元気かな、豊田真由子。元気やで。たまにあのコメンテーターに出てくるもん。あのドキュメンタリーじゃなくて、あのなんかそういう系の番組あるやん。ハイヒールの桃子とかがやってるやつ。分からん。あのハイヒールの桃子がまず分からへんやろな。いやマジ俺らに分からんところで追加ゲームの解説欲しいんだよな。それはある。あの野球みたいな感じで、いやここちょっとプレミしてますよねとか、そうあったらおもろいけど、なかなかできひんから。そんな解説できるやつ知らんし。ナイス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 。
あいや、おーいデザインあいらんよ。おーい、何今のデザインあ、デザインあすぎるよ今の言い方。あれ好きやったけど、デザインあ結構よしです。ファインできたねえ。デザインあ好きなやつ結構多かったと思うけどねえ、ファインできた、結構好きやったけど、ファインできた。よし、デザインあみたいなあの言い方いらんから完璧。俺今日かいや、リンゴできすぎとんな。リンゴいらんねん、もう。リンゴゲーム？リンゴゲーム始まっちゃった。いやー、そこじゃないんだよな。なしなしー。エラーした時の野球中継の実況いらんていいねー、全部くっついた。最近調子最近っていつやねん。そんな久しぶりに会ったさやつみたいな言うなよ。ほぼ毎週やんそれ。ほぼ毎週顔合わせてるやつのセリフではないねん。あかんな、全然ダメやな今日も。俺さっきの調子どこ行ったん？なんか全然さっきの調子がどこ行ったん？全然うまくいかんぜよ。西木亮もいらんよ。かなさ、空間空くのよくないよね、このあのさっきの。大丈夫、まだ1362点だけど。やばいんちゃいますの？心配すんな、こっから恩恵返しに。いや、あの心配じゃなくて喜びなんだけど、俺的にはむしろ。ちょ、くっつかんのがおかしい。くっついてん、くっついてん。そういう問題じゃないんだ。おめでとう、おめでたい。俺さ、絶対さ実際のやつやるとさ、絶対動くんやって、あれ。実際のやつやけど、これ。実際のやつやけど。あ、いた。さあ、今、1450点やから。さあ、1460点。再生あ、これ人差し指です。中指じゃありません。おい、自衛隊出すな。ラストね。来ました。来ました。いやもう安心して見てられる。もう。もう。あ、どこのサイズにしよう。2件探しとかな。2件分探しとこ。2件分。なんで？これでもミスるやん。だって。は？ん？ねえ、おかしいこと言った今。何言ってんの？俺もう、追加作るよ。この引き見て。ほら、今さ。引き良すぎん。普通と違う。そのツモは、そのツモを生かしきれなあかんよ。麻雀とかでもそうやけど、ツモを生かす手牌にせなあかんよ。ナイス。いや、チャリンコの空気入れるときに、あの、タイヤのあれ取ったときに最初に出る音、伝わるかわからんけど、なんであれ、ゴムの蓋取ったときに最初、スッって、あれ、焦るからやめてほしいねん。ほんま。おー、考えるよ。おーい。考えなかん。あ、ミスった。でー、あ、ミスった。おい、さりげなく愛知県民アピールいらんよ。でらとか使うて愛知県民アピールいらんから。うん。お前頼むじゃきに。は？どこですか、そこ。土佐。いや、土佐。俺、土佐じゃねえ。もっとまともなツッコミしてくれ。俺土佐じゃねえもんって小声で言われても困るって。そんな。はい、ポポーン。ブド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 ブ。ナイス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 。ここ大事。一旦ね、これ。もう一球。待とう、これ。パイナップル。あ、やばい。いや、いかん。プレス。プレス。プレス。もう一球。
プレス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 できひんやつ来た。はいはい、プレス完了。一気に隙間風じゃなくて。わかるけどな、隙間風。はい。じゃこっからのプランはどういう感じですか、参考までに。いやそれまだ俺わからん。わからんの、わからへんのプランとか。とりあえずなんかパイナメロンにはしたいよね、何年でも。この3回まで、そのこの3回もう3回目ですけど。ジジジジ , 笑っとんの俺だけ。あのここのあの今画面の前で笑った皆さん低評価をしてください。はい、 あなたも同族です。こいつと同族です。あなたもモモ、さあモモが動いて。メモレモンレモンメロン、夢ならばどれほど良かったでしょうやないねん。こっから作るよ、もう一回。もう一個作ればいいんでしょ、これ。夢ならばどれほど良かったでしょう、未だにあなたのことを夢に見る。夢ならばどれほど良かったでしょう、夢ならばどれほど良かったでしょう、きっとこれ以上夢ならば夢だ、きっとこれ以上夢だった。きっとこれ以上夢ならば夢だ。夢ならばどれほど良かったでしょう。あの日の悲しみぞ。あの日の苦しみぞ。はい。そのすべてを愛してたあなたとと思う。よし、やる気が出たと思うんでね、今ので。ね、うん、はい、やすこいらんよ、やすこいらんよ今。やすも、そうすーもみたいに言う。はい、はい、やすこ出ました。はい、やすこ、おいで、もう1201だよ。うん、順調ではあるな。正直はちょっと焦ってるわ、正直ちょっと焦ってるわ。まあまあまあ、こっからよ、こっから、こっからよ。スイカゲームの難しいところはこっからや。やってる皆さんやったらわかるはず。な、そやろ。アンミカみたいな問いかけ方。色ってな、何色あると思うね。そんな哲学みたいな、哲学アンミカいらんよ。ねえ。色何色あると思ってんね。わからん。分かれへんのかい。分かってから言うねん。そう。わい分からん。何しゃかんねん。しかも一人称わいなんや。何ジェーミンや。二チャンネラーやん。メイジー。はーい。甲子園のサイレンヤスコ。甲子園のサイレンヤスコいらんねん。うわー、そこねー。もうとりあえずサイズは回避しましたね。はい。あそこ入ってほしいな。そう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 。はいはいや。メロン早く除去したい。そんなデュエマみたいに言う。デュエルマスターズ。ほらもうね、そら見て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 。ねそら見て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 。ねそら見て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 。あぶねえ。1801点。ね、最終場面。ね、惜しかったですね。ね。いや惜しかったなこれ。なあ、でも最善は回避。オッケーオッケーオッケー。ねえ、これこれ結構惜しくて、実は あれが跳ねてなかったらこのピーチが
下に下ってパイナップルとつながってワンチャンメロンとつながってスイカができるんですよ。俺はあの柿に人生救われた。ありがとう柿、うん、ありがたい柿、うん、柿食えば金が鳴るなり法隆寺言うけどねえ、もう法隆寺すぎる、嬉しい。あの What's this? やっぱ皆さんはスイカを見たいと思ってる。正解？スイカを見たいと思ってる。あ、スイカね。確かに、あの、何回やってるかわからんけども、あの、スイカできてへんから。で、それとこれとは何の関係があるの？これは、うん、今、サイズ1回残っとるやん。うん。サイズの1回分をかけて俺はやっている。うん、つまり、これでミスったら、2回になる。うん。なるほど。あー、群青出ちゃった。夜遊びいらんねん。夜遊びマジ好きだからな。わかる。夜遊びの音楽はマジですごい。今シーズンで言うとどこら辺？石川高也のソロミス。おい、生で見てるやんけ。おい、俺ら生で見てんねん、あれなあ。あれはあかん。最初マジで何が起こったかわからんかったもん。マジわからんかった。点入ったと思ったもんね、うん、あれ。そしたらなんかゼロになったもん。そう。はなんでなんと思った。じゃああれ中日以外でも確かね、楽天かなんかがやっとるはずよ、今シーズン。生で見る絶望感ね。そう。生でタイマンプレイ初めて見た。うん。やっちゃかんやろ、あれ。あれだ。待て待て。気をね、どこに置くかっていうところです。さあ、ここは左端を置いていきました。さあ、そして梨ができて、その梨がくっつくかどうか。さあ、いけー、いったいった、いっ、いやー、そこでピーチでいけるかな、これ。はい、ボワー、ドワー。セルフ SE いらんよ、そんな。そう、セルフ SE に頼るほど俺の編集技術、あの、下手じゃないよ。そうで、うわ、そこの間入れたくないんだよな。プレスや、プレス。おい、空気読め。谷間に転がっていく。おい、一号、一号さ、ちょさ、割れとるやん。割れとるならええやん。割れできてんならええやん。割れできて周辺の三振が増えたんだぞ。おい、もうちょっと耐えろよバカ。耐えることも覚えなくて。それあの、いじめられっ子に対して教師が言う言葉ランキングナンバーワンよ。耐えた結果があれやねんから、いじめられっ子って。うわ、ええこと言うたな今。いじめられてもねえかな、俺。陰キャのに？ん？陰キャのに？お前よりは陰キャじゃないよ。は？俺なめんなよ。俺はな、背がちっちゃいんだぞ。陰キャ。放送委員で委員長やってたし。陰キャ。放送委員入る時点で陰キャ。しかもあれじゃん、あれじゃん、あれじゃん、しかも、しか
かも、え、クラス代表やって、うん、これクラス代表やるやつ陰キャやらへんから、陰キャがクラス代表やれへんから、陰キャだよ、うん、なあ、おいおいおい、サイズ横になっちゃうぜ。文化祭を先頭で引っ張って、ねえ、あれやから2年連続で最優秀賞もらってんねんから、うち陰キャ、なんで陰キャのクラスやその陰キャのクラス2年間在籍してたお前どうなんこういう気、なんならお前1年の頃のお化け屋敷多分来ただろ、来たよ、ほら、いやーやばいやばいやばい、1256点。下半分映ってへんで。おい、ダービー負けた。なんで？なんでダービー負けた？ダービー負けたってことはもう一回やってくださいってことか。なんでやねん。ミシュラアルダンに謝れ。終わりでしょ。終わりにすんの。ええけど。終わる？はい。よし。サイゼ2杯か？そうですね。2サイゼ。私はサイゼリアを手に入れてしまった。つまり俺はサイゼリア。ごちそうさまでーす。美味しく食べてくれれば嬉しいです。よし、何頼もうかな。一旦番組閉めましょう。うん、閉めるよ今日。というわけで数学ゲームやっていきましたが、改めていかがですか。いやそうですね、最初は苦戦しましたけどね。めちゃめちゃ泣いてるやん。めちゃめちゃ泣いてる。いや、これ藤井聡太が勝った時のインタビューの仕方、うん、多分マイク拾ってへんってこと。外付けとちゃうねんから。あ、そうですか、うん、こういうやつないねんから、うん、こういうやつな、はい、カントリーマーム、渾身のカントリーマーム。というわけでね、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントね、待ってますんで、暇があったらお願いします。それと、さっきのジェジェジェで共感できた人は低評価お願いします。あれ大事。何度も言いますか、来年またよろしくお願いします。今年ね、一応これ1月に上がるやつ。ああ、今年も1月3日ぐらいに上がるのかな。今年もよろしくお願いします、うん、アデュー。エンディング作らんよ。でん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 。しばらくほっとくと、あれやから、そういうこと。